画用紙を3つに折ります。松の形を描いてみましょう。大体でいいです。これをハサミで切ります。鉛筆で描いた方が裏になります。3枚できました。次に松葉を描きます。白のクレヨンでもいいのですが、発色がいいのはチョークです。チョークで松葉を描いてみましょう。このままではこすると取れてしまいますので、用意するのはヘアスプレーです。新聞紙の上に並べます。その上からスプレーしましょう。このまま乾くのを待ちます。